クリス・スペディングは、イングランド、ダービーシャー出身のロック、ジャズギタリスト。イギリスで最も有能なセッションギタリストの一人であり、1960年代から現在に至るまで、ヨーロッパ、アメリカを股にかけて、多彩なアーティストと共演している。出生名、ピーター・ロビンソン。聖果の事情で、里子に出され、シェフィールド、バーミンガムで養父母に育てられた。 養父母の性をとって、クリストファー・ジョン・スペディングに改名。1969年7月にリリースされた、フランク・リコッティ・カルテットのアルバム、アワー・ポイント・ビューのレコーディングに参加して、プロとしての第一歩を踏み出す。同年、ジャック・ブルースのソロアルバム、ソングス・フォー・ア・テイラーにも参加。1970年には、ハーベスト・レイベルから自身の名義で初のソロアルバム、 無言歌をヨーロッパ日本限定でリリースした。当時はロックと並行してジャズプレイヤーとしても活躍し、ニュークリアスのファーストアルバムエラスティックロックのレコーディングに参加したほか、マイケル・ギブストのツアーも行った。ロンドンで行われたハリー・ニルソンのニールソン・シュミルソンのレコーディングにも参加。1972年から1974年に、 かけては、フリーを脱退したアンディ・フレーザーとシャークスを結成。スペディングは、シャークスのメンバーとして2枚のアルバムに参加し、ロキシー・ミュージックとのツアーも行った。その後、ロイ・ハーパーのバックバンド、トリガーに加入、1975年の彼のアルバム、HQ のレコーディングに参加したほか、ジョン・ケールとも共演するなど、セッションギタリストとして、多忙を極める。 1975年にはソロ名義でリリースしたシングルモーターバイキンが UK トップ20チャートに入る初のヒットとなった。彼はカワジャンにグリースで固めた髪というバイカースタイルでトップオブザポップスなどの TV 番組に主演した。同年のアルバムクリス・スペディングはミッキー・モストをプロデューサーに迎えアメリカのシンガーソングライターガーランド・ジェフリーの ワイルド・イン・ザ・ストリーツを取り上げた。また、ギター・ジャンボリーでは、チャック・ベリー、ジミ・ヘンドリックス、ジミー・ページなどのギタリストの演奏を部分的に再現するなどしている。ソロとしてのヒットは続かなかったが、これ以降セッションギタリストとして、ブライアン・フェリー、ロキシー・ミュージック、エルトン・ジョン、ブライアン・ E のジャック・ブルース、ニック・メイスンらのレコーディング、ツアーに参加。 1970年代の半ばには、子供向けテレビ番組、ウォンブルズのキャラクターとして、ケムクジャラの衣装を着て、フライングイを振り回すなど、仕事を選ばなかった。1976年3月、セックスピストルズの最初のデモテープのプロデュースを請け負い、プログレムズ、ノーフィーリングス、プリティーベイカントの3曲をレコーディング。1978年には、H.G. ウェルズの小説、 宇宙戦争を題材にしたジェフ・ウェインのコンセプトアルバム、宇宙戦争に参加する。同年後半には、ニューヨークに渡り、ネセサリーズに参加したほか、1979年には、リンクレイと他元を分かったロバート・ゴードンのギタリストとなり、ロックビリー・ブギー、バッド・ボーイの2枚のアルバムに参加する。ほどなく、イギリスに戻り、彼自身のアルバム、 I am not like everybody e s ライブアルバムフライデーザ 13th をリリースその後はトム・ウェイツのレインドックなどのレコーディングに参加するかたわら自身のソロアルバムを数枚リリースし1984年のポール・マッカートニーのやおブロード・ストリートにもギタリストとして参加した2005年にはかつてアメリカで組んだロバート・ゴードンとのコンビを復活し ヨーロッパツアーを観光。デンマーク、スウェーデン、およびフィンランドのライブのハイライトをザ・リユニオンツアーとしてリリースしたほか、フランスのレーベルラストコールからアムステルダムでのライブを収録した DVD、ロッキン、ザ・パラディーズをリリースした。スペディングはゴードンと共に2009年まで大規模なツアーを観光、またエルビス・プレスリーの没後30周年を記念して、 エルビスの曲を、カバーアルバムを、ワーナー傘下のライコディスクからリリースした。現在もセッションギタリスト、ソロアーティストとして、精力的に活動中である。ありがとうございます。